東伊豆町の動物園にシマウマの背中に乗る子ヤギがいます。まるでブレーメンの音楽隊のようだと話題になっています。仲のいい子ヤギとシマウマがいるのは伊豆アニマルキングダムです。あっちゃにいるヤギの子供がそうですね、名前をキナコと言います。キナコはインドやネパールなどに生息するマーコールという種類のヤギ。去年5月に生まれたメスです。一方シマウマはダイアナという名前、人間でいうと80歳ぐらいのおばあさんシマウマです。きなことダイアナは同じ場所で生活しています。別々の場所で飼育されているわけじゃないんですね。そうなんですよ。じゃ顔見知りなんですね。そうですね。今きなこちゃんがシマウマダイアナの元に来ました。見ていますと、きなこはダイアナに何度も近づきます。乗るタイミング伺ってるんですかね。そしておお、乗りました。きなこが乗りましたよ。これ滑んないんですかね。ねえ、バランス感覚も素晴らしい、器用に乗っています。ねえ、これは確かに見たくなりますよね。すごいですね。感動しました。あ、もう一回乗った。うわ、すごい乗ってる。ほら見てごらん、ほらあそこ。ほらあそこあそこ乗ってる乗ってる。お、また乗った。ヒマラヤの高い標高の高い山に生息してて、で岩山とか結構険しいところに住んでるので。ジャンプとかが得意な動物さんになってます。なのでシマウマさんの背中も岩山に習って乗っかっているかなというところです。おお、いや、シマウマが歩いてますけどしっかりとバランスをとっていますね。こうやって見るとダイアナも嫌がってないように見えますし、ちょっとマッサージしてもらって気持ちいいみたいな感じかもしれませんね。あ、そこ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 、ね、おばあちゃんと孫のような感じですかね。もうちょっとお尻の方もお願いみたいな。あ、そうそうそこそこみたいな感じですかね。本当ですね。この光景を見るにはシマウマのダイアナが活発に動く午前中が狙い目です。